グザビエ・ベッテルは、ルクセンブルクの政治家、弁護士、ジャンクロード・ユンケルの後任として、同国の首相を務めている。民主党の代表で、ルクセンブルク市市長、国民議会議員、市議会議員を歴任した。1973年3月3日に、ルクセンブルク市に誕生する。父はワイン商人で、母はロシア系のフランス人であった。高校を卒業後、 フランスのナンシーにあるナンシー第二大学で、広報、欧州法の修士号と政治学、広報の DEA を取得。また、ギリシャのテッサロニキにあるテッサロニキ、アリストテレス大学では、開示法と教会法の学位を取得した。この間、エラスムス計画に参加した。2000年代はじめの4年間、ベッテルはかつて存在したテレビ局 TTB 系列の ウィークリートーク番組で司会をしていた。1999年の市議会議員選挙で、ベッテルは民主党の候補者、名簿6位で、ルクセンブルク市議会議員に当選した。2001年7月12日には弁護士資格を取得した。2004年の国民議会選挙で、自らの地位をかなりの程度固めていたベッテルは5人の民主党議員が選出された中の4位につけ、 大議士となった。2005年11月28日の市議会議員選挙では民主党候補の4位で当選し、ルクセンブルク市議会のエシュバンに任命された。2011年10月9日に行われた選挙を受けて38歳のベッテルは2011年11月24日にルクセンブルク市長として宣誓を行った。ベッテルは1999年の 国民議会選挙に立候補し、民主党候補の上位7人は当選した、中央選挙区で10位となった。しかし、この選挙で民主党はルクセンブルク社会主義労働者党から第2党の座を奪い、キリスト教社会人民党と連立して、新政権を発足させた。これによって、入閣するリディ・ポルファーとアンヌ・ブラスールが議員を辞職し、 さらにコレット・フレッシュが欧州議会議員としての役職に専念するため議員就任を辞退したことから1999年8月12日にベッテルが大議士に任命された。2013年ベッテルは民主党の代表に選出され、さらに同年の選挙で民主党は国民議会の第三党となった。10月25日ベッテルはンリ大公から 次期政権の組閣担当者に指名された。これによって12月4日にルクセンブルクの首相に就任した。ルクセンブルクで34年ぶりの政権交代となった民主党と社会主義労働者党、緑の党からなる連立政権で彼は各外省と通信、メディア省、教会省を兼務することになった。同性婚をめぐる改革、学校での宗教教育に代わって、 一般的な倫理の授業の導入、ルクセンブルクのトリプル a の国際格付けを維持するための予算の削減などが行われることが予想される。ベッテルは同性愛者であることを公表しており、ルクセンブルクでは誰かがゲイである、あるいはゲイではないという事実を気にしない人が増えて、来ていると述べている。男性のベルギー人建築家、ゴティエデストネをパートナーとしており、 行事の際には同行することもある。同性愛を公言した人物は、ルクセンブルクの首相では初めてで、ヨーロッパの政府首脳としては、アイスランドのヨハンナ・シフルザルド・ティルゼン首相と、ベルギーのエリオディルポ首相についで3人目である。2015年5月15日にゴティエデストネと結婚することが明らかになったが、EU の現職首脳の同性婚は初、また、首脳の同性婚は、 EU3 日目のアイスランドのヨハンナ・シュグルザルドッティル元首相が2010年に女性の同性パートナーと同性婚をして以来2例目となる。ありがとうございます。